バンヤードストームさんっていうアパレルからなんとゴルフウェアが出ることになりました。終わりました。はい、こちらが3コーデ目になります。です、はい、先ほど着ていたポロシャツのポロシャツと同じ柄のスカートになります。なんかツルツルした生地でね、うん、サラサラしてる、サラサラしてて、これがねお揃いの、お揃いの合わせて挟んでみました。着やすいよね、うん、何より本当にポロシャツは高品質のそうコットン、すごいね柔らかいんです生地がすっごく、ね、あんまりなんかもうちょっと普通分厚かったりとかゴワゴワするんだけどサラサラしてる、ね、サラサラしてる、なんか薄いここすごい可愛いと思うんです私。可愛い、ちょっとグリーンみたいになってんの。本当だ、ここからシルエットもちょっと今中に入れちゃってるんですけど、うん、シルエットもすごいこう細身にね、細身になってるよね、見えるように後ろ向いて、ここがねなっている。夏のゴルフはやっぱりこう派手なね色を着て、そして柄を合わせてねゴルフするっていうのがやっぱ女子ゴルファーの楽しみの一つだと思うので、夏はぜひ選んでみてください。後半行くぜ行くぜ、お願いします。やめてよ私の番今後半もお願いします。うわ振り遅れた、ペラった、あ、OK OK です。あ、そうだ、パーカーもちょっと、そう、さっき純ちゃんが着てたパーカーをこんな感じで合わせてもいいかなと思います多分すごいいい色合いだと思う、これ、うん、おしゃじゃない、私たちおしゃだよおしゃだと思うこのさ、この見て中とかもさ、ここグレーなんだよ。あ、本当だ、おしゃれじゃない。私はネイビー、ほらなかなか合ってますよね、生地がいい、肩周り伸びないって結構、うん、私ダメで、そうですね、だから夏とかノースリーブ着がちなんですけど、あ、それで、うん、肩が詰まるの、だから汗をかくと、うん、ポロシャツがちょっとこう硬くなるというか突っかかるっていう感じがして、うん、どちらかというとノースリーブを選びがちなんだけど、うんうん、このポロシャツはいけそうな気がする、残る、触った感じが違うもん、うん、ね、うん、着た時にやっぱなんかここがちょっと引っかかんだよねそうそうそう、なんかわかる、その気持ち、うん、それがなかったです、このポロシャツに関しては。バンカーまで200ぐらいなので5番ウッドで手前に行きます。頑張って、キックバックこうです。いや200だったら絶対入んないんで大丈夫です。こうして、こっからさっき言うからこうなっちゃったんだね、ですね、間を行こうかなと、低いかな、低い気もするな、行ってみようか、なんか、うん、なんか飛んでき方超ダサかったけど、トン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 みたいな、こんなもっとピッて出てくるやつ、シュッていくはずだったけど、そうだよね、いった必死の、大丈夫大丈夫、気をつけて、割と強め手首割と強め女子です、手首何の紹介何の話
以上、リサちゃんの手首でした。はい、キモくない？足首はどうですか？足首はね、柔らかい。柔らかいの。あ、そうなんだ。あのね、両足捻挫してるから、あ、伸びちゃったんだもん。ブーンってなってる。なるほどね。リサちゃんの足首の腱はもう伸びきってます。以上、リサちゃんの足首でした。乗せちゃいます。終わるもやっぱ。リサちゃんの肩は引っかからないのが重要です。そうだよね、なんかもっとさ、ここさ、ちっちゃい時ね、そうそうそう、ここがさ、そう、なんか ここ、ね、これぐらいのやつとかあるんだよね。ね、そうすると肩でがなんかクッてなるよね。そういうのもね、なんかいい。今のはノンストレスで打てました。なんかね、女の子にプレゼントとか、あ、嬉しいね。良くない？嬉しい。このコーディネートをそのままポイって渡すの、ぜひ。モテるよね。いいと思います。可愛いし、いいよね。そうだね、うん、そうしませんか。うん、プレゼント、ね、多分男性とかゴルフ頑張ってねって言ってね、なんかさりげなくプレゼントしてくれたらちょっと好きになるよ、ね、うん、好きそれ本気のやつじゃん。だいたい好き、それは。やっぱね、肩が回ってないっていうことになんかさっき気づいた気がするから。気づいてはない。気づいてはない。気づいた気がするから、ちょっとしっかり引いて。さっきからなんかね、打ったの。あ、そうだね。ね、うん、こう追っかけてたんですよ、うん、我慢。引いて、ほら、いい。おお、刺してます。バイヤードストームです。バイヤードストームです。いけろ。なんかね、上がってきちゃうんだよね。なんか私のこの被り方どうやってんのっていうか、この後頭部の下にこれをグッと入れると上がってこないよって言ったんです。じゃあ純ちゃん、この後頭部のこの盛り上がりがないみたいで、こう上がってここがね、ここがないんだよね。ここがなんかさっきからすごい下げてんのに、ほら、なくない？ない。気づいた時にはちょっと純ちゃんこうなってくるって、ね、ちょっと今気になってね、頭ボサボサって言っちゃう。おまちゃんは。おお、変わったね。今変わった。あ、やっぱ届かないわ。まあ、でもナイスショット、ナイスショット。前、ああ思ったのよりもなんかアウトから入ったんじゃないの。そういうこと。なんかそうだよね、ちょっと上げたいよね。いやー、でも下やばいか。もうそこの手前にワンクッションというか、こうやって下絶対入っちゃうやん、うん、あんなか、そこに当て、あそこに当てたい。
薄すぎた。そうなんだよ。下うまいね。あー垂れるね。もっと左、おー、もっと左でしたね。あーめっちゃ切れる、やば、止まって。なるほどね。早いよ。欲しがりすぎる。ちょっといいじゃん。うん、よいしょ。ありがとうございます。見て、ティーが立った。打ててたよ。なんかね、打てるようになってきた。その極意は何ですか。皆さんに教えてあげてください。打てなかったものが打てるようになった極意を。は、悩んじゃってて、なんかできてないかもとか、これができてないのかな、これもできてないかも、 あれもできてないかも、あれ打ったけどどれができてないのか分かんないみたいな感じだったの、うん、だからもう打つ、信じてボールこっちに打とうかな。縦からも悩んだったから、悩まずにその方向に打つ。とにかく打つ。いや、そうでしょ。わかるかな。皆さんご視聴いただきありがとうございます。4月の10日にデビューしたバンヤードストームのゴルフウェアは公式ウェブストア .st と ZOZO タウンにて販売中です。さらに4月の23日火曜日から5月の6日月曜日まで恵比寿アトレ店4階にてポップアップショップが開催されてますので、皆さんぜひ足を運んで手に取って、はい、合わせてみてください。私たちも遊びに行こうと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。